見た目では平らに見える。水平ね。だけど調べてはっきりさせる。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。物を置くときには平らなところへ置かなければ不安定になってしまいます。パッと見では水平に見えていても微妙に傾斜があることもあるんですよね。水平器を持っていれば簡単に水平かどうかを調べられますけれども、水平器なんてあまり一般的な器具ではありません。そこで役立つのが水準器 HD というアプリです。水準器 HD を使用することでスマホを水平器にすることができるんですよ。これなら必要な時に素早く水平かどうかを調べられますね。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。